Get ready for Tabata. Let's go!いや、なんかいろいろ調べたんだけど、なんかほんと昔の話さ、なんか大学生の話とかもできたらなと思ったけど、うん、国士官ね、中退だもんね。優待ね。あ、優待ね。なるほどね。中退と優待って俺はなんかちょっと差別化したくて。ああ。なんだろう。J 行くために辞めたから、やっぱ勇ましくやったよなって言いたいとこは、うん、なるほどね。こう、切られたとかじゃないもんね。そうそう、で、背景もあったんだけど、高卒でヴェルディの話いただいてたから。あー、なるほどなるほど。でもやっぱ、ね、なんかいろんな周りの話で国士行って、うん、そうそうそう、で、ユニバー入ってまあ、あの時のユニバーはまあ、異色だったと思うよ。あ、だって1年生だったもんね。1年生で上の人ばっかりだったね。1年のケツから入ってって、だからユニバ出たけど2年か。あ、そうか、2年の夏だったから。そうかそうかそうか。え、その時誰がいたの？ユニバーのメンバーは。山岸。山岸。おお。で、ディフェンスはだ、佐古井くんとか。はい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 。誰がいたんだ？川口とか。ダブル川口だよね、北海道の、はいはいはい、今どこマリノスのユースかなんかのコーチやってるのかな、グチ君、川口君とか。はい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 。で、まあ、キッチャンがいたじゃん、北出君がいて。キッチャンがいたね。はいはいはい、はい。で、石川達もいたし。はい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 。で、ボランチがサエちゃんやったり、鈴木勝、東高監督。はいはいはい。はいはい。とか、だか宮沢マーシーとかね、マサシとか。はいはいはい、はい、ほぼ J リーガーだったよね。そうね、すごいわ。早く帰りたかったし。あー、うん、どこであったんだっけ、ユニバーは。マジョルカ。あ、マジョルカか、そうか、うん、だ、それの、まあ、直前合宿で示談にやってるからね。あ、そうか。そう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 。はい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 、はい。まあ、あれがワールドカップ終わって、うん、多分休暇で5番、俺ら世代だと5番わかるじゃん。うん、わかるわかるわかる。5番の別荘があって、へー、5番の別荘の横のホテルで俺らはサッカーやってて、うん、へえ。で、ジダンが 1分だけ来るとかっつって。でもその後さ、あの、かわされて1点入れられたよね。あの、あの時ね、話したもんね。なんか、いや、もう入れられたけど、もうあのターンが目の前で見れたらもう言うことないでしょってその時言ってたもんね。特等席だからねあれ最後にあったあれだね、岐阜で、俺が岐阜で、岡山の夜だっけね。そうそうそう。そうだよね、岐阜の試合の時に来て、うんうんうん、そういうなんかサービスも大事だよね、でもね。絶対嬉しかったと思うよ。まあやっぱさ、プロだからね。だからいろんなプロの考えがあって、うん、もちろんプレーで見せるのもいいし、うん、じゃあピッチ外で見せるのもいいし、うん、でもやっぱプロは、なんだろう。子供に夢を与えるっていうのは絶対になきゃダメで。で、だから大学生でとかでプロを目指すやつがさ、子供に夢なんつったって薄いけど、なっちゃったらさ、やっぱ、どんなプロでも、まあね、そうそうそう。与える影響はすごいもんね。うん、何がきっかけか分かんないからね。まあね。うん。いやー。だからその時、で、ヴェルディ入った時に、うん、俺、あの、ベレーザとの試合だったかな。なでしこのチームで、東京行った時、一回練習行ったでしょ。練習見に行った、覚えてる？え、いつだろう、ね、そもそもだって始まりがどこなんだろうって思うもん俺。始まりは、うん、あれだよ、俺も国士舘に練習行ってて、これが、まあ、正しいかどうか分かんないけど、俺が覚えてるのは、うん、国士舘に練習行って大沢監督とかに、うん、お前なっつって、同期で高木ってのが来るから、うん、まあ、来ても出れないよ、出れないよっていうか、まあ下の方だなみたいな、頑張ってるけどっていう話をされて、でもなんかそれでもまあせっかく東京まで来たから、
はいはいはい、あの鶴川の黒土で頑張ってちょっとやらせてくださいみたいなことをやってたら雨がバーって降ってきて、うん、で練習が中止になったんだけど、いやもうせっかく来たし、一緒に高校の監督も来てたから何もしないわけにいかなくて、で黒土の中こう走ってたら、うん、大沢先生が、あじゃあうちのトップのやつ呼んでやるって言われて、うん、まあ、超迷惑な話なんだけど、うん、あの斉藤誠一さんとかおよ呼ばれて、うん、一緒に練習しろって言われて、あマジで、そう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 、で超迷惑なことそうかけて、うん、でまあ国士ダメで俺道東行くってなって、はいはいはい、で多分高木が大阪監督に言われ、うん、俺は高木から聞いた話だと、うん、お前あの岡山のやつ来てたら出れなかったよっていうことを言われたんだよね、多分言われたっぽいんだよね、そう、それでそんなやついるのみたいになって、うん、でキッチャンとユニバーで会って、うん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 、でキッチャンの大学に清水っているでしょっつって、うん、連絡先教えてよっつって高木からかけてきてくれた。あ、それなんか覚えてる、キッチャンに言ったの覚えてるわ。そうそう、なんかユニバーの時のキーパーがすげえお前のことなんか知りたがってたぞ、うん、あマジっすかつって、多分それで、あそうそう、それが始まりだ。つながりが超ぼやけてたけど、なんかでもまあ道は違えど、うん、まあ GK 業としてはさ、うんうんうん、いやーすげえなと思ってさ、やっぱいやつながるよね、うん、うん、もう何年目キーパーコーチ、なでしことか入れたらもう20年近くなるかな。あだからもうすげえなと思うけど、いやだからね、もう俺らからしたらその、まあ、プロになれなかったから、うん、もう同世代としてはもうね、俺らもうなんていうんだろう、自慢するじゃないけど、高木がいて曽我畑がいてとかってさ、同世代すごい選手ばっかりだったから、ね、代はね、なれなかったんだよっつって今学生に言ってるから、うん、いやでもまああのキックはえぐいわ、うん、俺はだから、まあ、むしろポストにぶら下がってたあいつを褒めてやりたいけどね。あのバズったやつあったじゃん。あ、見た。見たよ。あ、見た。俺はあのポストにぶら下がってたやつが9割 OK。すげえと思うよ、お前。でもやっぱ、なんだろう。やっぱそのキックの質とか見るじゃん、俺とかさ。やっぱそれは現役のやつらがやめてすぐできることじゃないから。うんうん、ね、やっぱ、本当やっぱね、すごいと思うし、結局、うん、なんだろう、取らせるのか、ギリギリ取らせないのかって、俺、結構動画見てるから、あ、まあ、面白いなって思うよね。多分、うん、だから、そういうのを全部パクり出したら、現役のやつの方が、うん、もしかしたら、後追いはできるかもしれないけど、ベースは無理だね。うん、あいやだからよく言われるのがゴールキーパーコーチあるあるで、コーチになった方がキック上手くなるみたいな、うん、藤川さんそうだったもん、うん、で1年目のコーチ藤川さんで、うん、なんかキックめっちゃ上手くなってんの、へえ、言ったったら現役ってキックだったじゃないですかっつって言えちゃうとこがすごいよね。まあ俺高校から世話になったしね。あ、そっかそっか。そう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 。で、俺が見に行った時は中村和也さんだったよね。ああ、そうそうそう。うん。で、あの時も M ボマがいて、ああ。そう。で、あのクラブハウスで飯食わしてもらったんだよね、一緒に。あ、上で？うん。あ、そうか。もう食ってけよっつって食わしてもらって、うん、C まで送ってもらったわ。あれはね、でも本当にだから俺はプロになって買いたい車？うん、だからやっぱプロになってどうしたいみたいなのを俺も最近の、うん、でやっぱさすごい聞かれない？プロになりたいですってやつ超多くない？多いね。でさ俺も、うん、なんでプロになりたいのって聞いちゃうの。うん、で今んとこ100点回答したやついないからね。ああ、まあね、うん、いや自分ちょっとサッカー好きでずっとやっててとか、うん、らしくないんでっつって、いや大丈夫大丈夫だったらサラリーマンやりながらサッカーやった方が絶対楽しいからって言っちゃう。まあまあね、まあね、うん、そうね、シビアな世界だもんね。だって今ほどそんな環境恵まれてないでしょ。だって確かに環太平洋の環境を見たらさ、うん、あんだけキーパーでキャンプとかやって
それで上手くなれないやつ、逆に。それはどこかに、多分その環境に甘えてんのかなとか。いやちょうどこの間、卒業生と、あの、JFL に行ってる卒業生と話をしたんだけど、やっぱその、今の環境が当たり前じゃなくて、逆に言ったらその JFL とか地域リーグとか行ったら、ここの大学の環境がめちゃくちゃ良かったってことに気づいて、まあまあ後悔してるみたいな。結構ちゃんと使ってやればよかったみたいな。まあ、後悔しちゃう子は多分無理で。プロになるような子は、その時後悔しないで。もうやり続けていくやつよね。そうそう。そうね。もうなんか、いろいろ見てるとさ、その学校への愛とかさ、キーパーコーチ清水に対する愛とかさ、多いから、それは多分、ゆくゆくは芽吹くだろうね。なるほどね。いや、だからまあ、いろいろね、学校だし、教育機関だから、その、勝つ負けるだけじゃなくて、そうね。勘違いすんなよっていうところも、試合を通して伝えなきゃいけないっていうのは、結構ね、心鬼にして、もうプライドもあるから、選手も。でも20年のキャリアって、それを上回るものはあるからね。それを、これを大学生は分かんないだろうね。そうよね。そうそう。だからまあ、逆に言ったら、女子のチームでやってた時なんかまあある程度こう打ったらさ、こういいシュートが入って、もっと踏み込もうよみたいなこと言ってたけど、今やっぱ190近い大学生に対して蹴らなきゃいけないから、結構際どいコース蹴らないと、まあそれも取れないのかよって言えないっていうか。なるほどね。まあ俺はね、まあ今でこそやっぱ引退して、まあこんな太っちゃったけど、丈夫だったからね。だから、でかかったもん。うん、怪我なしでやれたからね、18年をね。今が一番危ない。サッカーやると。今ね。マジ危ない。